吉松豪造2月22日隊は、日本の詩人、日本芸術院会員。東京出身、吉松豪造東京府阿佐ヶ谷に生まれ、福佐市に育つ、慶応義塾大学在学中から試作を試みていた。現代日本を代表する、先鋭的な詩人の一人として高い評価を受けている。黄金詩編王国などの初期作品では、 エクスクラメーションマークを連打した失走感あふれる詩を多数発表した。中期以降は当店とリーダーを多用してのポリフォニー的構造を持った独特の文体へと移行している。詩の朗読パフォーマンスの先駆者としても知られ、海外でも積極的に朗読ライブを開催している。自身の詩と組み合わせたパノラマカメラや多重録音を多用する写真表現、彫刻家、 若林勇との共同制作による銅板を用いた、オブジェ作品、映像作品の制作など、領域横断的な創作活動を展開している。吉本隆明は、日本でプロフェッショナルだと言える詩人が3人いる。それは、田村隆一、谷川俊太郎、吉松豪蔵だと評している。 野村義和夫や岸田正幸をはじめとした皇族の現代詩人たちに強い影響を与えているほか、古川秀夫、堀米高木、麻吹マリコラにも影響が及んでいる。城西国際大学や早稲田大学などで英文学を中心とした講義を持っている。2018年、本人が出演、京都での創作を1年追いかけたドキュメンタリー映画、幻を見る人が、 各国の国際映画祭に招待されている。妻はブラジル生まれの歌手、マリリア。戦士宗教著対談集。ありがとうございます。